なにわ男子、道枝俊介と、ナンバーアンダーライン愛、平野翔明暗比較動画が話題に。海外進出を徹底解剖。徹底比較、なにわ男子 VS ナンバーアンダーライン愛ア,アジア進出戦略。勝敗を分けたのは、0々だった。日本の7人組男性アイドルグループ、なにわ男子がデビューから3年でグループ初の世界進出を果たす。アジアツアー、 何男子アジアツアー2024プラス2025一重引用譜プラスアルファ一重引用譜の開催を今月13日に電撃発表したのだ。今年11月30日から12月1日に台北、25年1月11から12日にソウル、同25から26日に香港で公演を行うという。所属事務所のスタートエンターテイメントとしては、旧ジャニーズ事務所時代も含めて平。 実に12年ぶりのアジア公演となる。何は男子の世界進出で思い出されるのは平野翔、神宮寺優太、岸優太の3人で結成したナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイだ。旧ジャニーズ事務所の男性アイドルグループキングプリンス、キングプリンスを脱退したこの3人は、海外志向が強く、世界進出が目標だが、年下の後輩に先を越されてしまった。 海外のエンタメ事情に詳しい音楽ライターがこう指摘する。ナンバーアンダーラインアイは今年元日にファーストデジタルシングル、GOT をリリースしてデビューを飾りましたが、キンプリ自体は2015年のデビューです。21年デビューの何は男子が先に海外進出を果たすことになり、複雑な心境でしょう。 ナンバーアンダーラインアイは今年4月にアメリカ・カリフォルニア州で開催されたアメリカ最大級の野外フェスであるコーチェラに出演しましたが、これは、88Rising f u t u r ースというアジア枠ですから海外進出と呼ぶには少し違和感があります。何は男子は西畑大吾、大西流星、道枝俊介、高橋京平、長尾健と、藤原城一郎、大橋和也で結成。21年のデビュー時に、 何から世界にラブをと掲げており、その目標をまずはアジアから実現させた格好だ。しかし、その裏には緻密な戦略があったという。中華圏で人気の道へ。メンバーの中で最も人気のある道へが、7月25日に22歳の誕生日を迎えた際、自身の公式 Instagram と中国の SNS であるウェイボー、ウェイボーで、中国語を交えた性配信を行い、 267万人が視聴するという高い人気ぶりを示しました。さらに、中国のファッション雑誌、制裁をケ5月号の表紙に登場したほか、今年5月に公開された日体合作映画、青春獣 8×2 二君へと続く道にも出演。中華圏で人気が高い俳優のシュー・グンハンとの共演を果たしたことで、中華圏での人気に拍車がかかっています。前室の音楽ライター。では、韓国はどうなのか 現地のイベント関係者がこう明かす。韓国でも嵐など旧ジャニーズ系のタレントは人気があります。その中でも、何は男子の道へと福本莉子が W 主演を務めた日本映画、今夜、世界からこの恋が消えてもが、韓国で観客動員数が100万人を超える大ヒット。アニメ映画を除き、2000年代以降に韓国で公開された日本映画の中で最高記録を達成しました。 ソウルでの舞台挨拶では韓国語も披露し、韓国語で、狂いそうを意味する、ミチゲッタと自身の名前、ミチエを合わせて、これからも、ミチゲッタ俊介と何には男子をよろしくお願いしますと笑顔を見せて、現地ファンのハートをつかみました。さらに、インスタグラムのフォロワー数が1500万人を超える世界的人気の K-POP グループセブンティーンのジョンハンとも懇意にしていて、一緒に焼肉を食べるほどの中、 ここののとも道への好感度をアップさせています。現地ファンを大切にする道への言動とは対照的だったのが、キンプリ時代の平野の態度だ。昨年3月放送の日本テレビ系、キングプリンスルのロケで韓国を訪問した平野は VTR 冒頭から、どうも平野翔でございます。シェシェ、シャシャと、なぜかいきなり中国語で挨拶。さらには、やってまいりました。 初来日です、韓国の首都は、パク。よく聞くんで、などと発言したことで、韓国の大手メディアが強く批判。現地の SNS 上でも、失礼すぎる、などと大炎上してしまった。キンプリのフォースアルバム、メイドイン2022年6月発売に収録されている、一番の振り付けは、韓国のボーイズグループ BTS、ボーダン少年団の振り付けも手掛けているリエハタさんです。 そんな縁があるのに、韓国での平野の言動は無礼と捉えられても仕方ありません。世界進出を目指したいのなら、相手国についての最低限の勉強は必要でしょう。こういうところで、一へとの差が出てしまうのはもったいないですね。MV の撮影は台湾。中華圏や韓国でのファンを増やすため、着々と準備を進めてきたなには男子とスタートエンターテイメント。今回のアジア進出を祝福する声は多いが、 その一方でファンの間では内紛が勃発しているというから複雑だ。なにわ男子は現在、国内ツアーを展開していて、旧都市42公演で約43万4千人を動員する予定です。ファンの間では、次のステージは未経験の東京ドームという期待が大きかった。しかし、それより先にアジアツアーを発表してしまい、一部ファンからは、道枝けで海外ソロコンサートすればといった声が出ています。 また、海外公演チケットのファンクラブ選考受付がないことも、熱心なファンの不満を募らせています。韓国の場合、会場のインスパイアアリーナは収容人数1万5千人。これほどの規模の会場を確保するためには、1年ほど前から予約が必要です。所属事務所としては、すでに1年前からアジアツアーを入念に計画していたのでしょうどう。何は男子に先んじられたナンバーアンダーライン愛は、 19日にファーストフルアルバム、NOI、9月23日発売のリードトラック、INZM ・イナズマのミュージックビデオを公開。動画の冒頭に日本語、英語、韓国語、中国語で、警告、激しい名滅がありますと表記するなど、海外ファンを強く意識した作りになっている。iTunes ヒップホップチャートでは、日本、台湾、シンガポール、フィンランドで1位となるなど、滑り出しは絶好調だ。 同局 MV の撮影は台湾で行っていることから、台湾での公演が予定されているのでは、との憶測も読んでいるが、果たして世界進出は実現できるか。ナンバーアンダーラインアイとなには男子さんが目指すところ、アジアとかアメリカとかの場所の問題ではないですわ、違うと感じます。そしてその目指すところに行くプロセスが全く違う印象です。土俵が違うっていうのかなたから先を越されたという感じはしません。 それぞれのグループがそれぞれ目指す方向で私たちファンは楽しく応援できたらいいと思います。アジアツアーはできても、紅茶エラはお呼ばれしないと出られないのではツアーとフェス出演を比べるのも疑問ですが、そもそも2グループを比べる必要ありますか別に競っているわけではないので、グループごとに自分たちのペースでやっていけば良いと思います。この間はミュージックエキスポでアーティスト同士コラボしていましたが、 今、神宮寺くんと岸くんがダンスコラボしているのをアップしているし、岸くんがリーズのメンバーに日本の挨拶を教えたのを自分たちのコンサートで実際披露したり、アーティスト同士の交流の方がファンにはありがたい。っていうか、アメリカのコーチェラ出演していましたよね。ツッコミどころ満載。ナンバーアンダーライン愛のファンの間では、特に何は男子の話は出てません。先にアジアに行き上がって、当のコメントは見たことありません。 違うジャンルで寿司を互い意識してないですよ。日本のエンタメが広まるのは喜ばしいことです。両グループぜひ頑張ってもらいたいですね。グループ初の世界進出とは。先輩グループも海外でライブはやってますけども。キンプリは時期が悪かったよね。コロナがなければ、行けたと思うけどな。何話はドームの前に世界とか言い出してファンが荒れてるけど。キンプリが世界行ってたらもっと荒れてたと思うな。 タイミング的に仕方なかったと思うけど、あんな感じで3人に事務所出て行かれたから事務所も焦ってるのかなという印象。コーチゃえ2024にグループ結成6ヶ月で出演する異業を成し遂げたナンバーアンダーライン愛。世界から注目されていて、INZM は YouTube のいいね。が41万。何は男子は初アジアツアーとのことでアジア圏から攻めていくのでしょう。 あと4ヶ月で結成1年を迎えるナンバーアンダーラインアイの活躍は世界に広がっていて、これからが楽しみで仕方がない。キンプルかまたずいぶん前の話を持ち出してきたね。ナンバーアンダーラインアイとか平野くんの名前を出すと記事が伸びるのかな顔文字笑い。彼らは誰かと競争してないと思う。ご自分たちのやりたいことに集中してるのだと思ってます。何は男子くんたちがコンスタントにアジアで開催できるようになったら素晴らしいですよね。 どっちも世界を目指している途中、売り方はそれぞれが良いように進めているんでしょうから家庭を比べる必要はないですよね。ちょっと寂しいのは、6人のキンプリも世界を目指してユニバーサルの新しい部門作ってデビューしたんだけどな。平野くんの最初の言葉間違いは確かにあるけれど、その後は韓国語を教わってちゃんと韓国語で挨拶とかしてましたよ。ま、先に覚えていたらもっと良かったけれど、にはなりますけど。 どちらのグループも頑張っています。そして事務所は違いどどのグループも目標に向かって進んでいます。面白おかしく記事を出してファンの対立を楽しまれているようにしか感じません。日本のグループが世界に羽ばたこうとしているのですから平等に応援記事を書いてほしいものです。驚きました。素晴らしいですね。道枝くんは、旧ジャニ勢で唯一海外で通用する逸材だと思う。 この透明感のある顔で高身長なのが本当に素晴らしいですね。海外ではアイドルの身長をかなり重視しますからね。ちなみに中国でも人気ですが、韓国での大人気はすごいですね。韓国では出待ちに数百人、報道陣も数十人は駆けつけますからね。本当にすごい。やはりアジアを攻略できないと欧米でも通用しませんからね。 大したプロモーションしなくても、アジアでも人気を獲得する道ちくんはやっぱりすごいですよ。頑張ってください。応援しています。